皆さんごきげんよう、伊沢聖果です。そうですね、練習してきたことが試合でしっかり出せた試合になったかなと思います。そうですね、結構想像、練習で想定していた動きと同じような動きだったのでやりやすかったなって思います。東京の家賃が3万円の、洗濯機が外に置いてある部屋に住んでます。そうですね、なんか洗濯機が外にあって他の人に洗濯物取られちゃうよって心配されたんですけど、でも3万円で住める家がそこしかなかったので大丈夫ですって言ってそこに住んでます。そうですね、私は一生懸命自分のことをやってしまうところがあるので、サポートしてくれるような人で、あとお金持ちだったらすごい嬉しいです。ちょっと太っちゃってるなって思います。そうですね、でも私は上に行くっていうよりもまずディープジュエルスのベルトをストロー級でしっかりと取って、ディープジュエルスをもっともっといい団体にしていきたいと思っています。次にタイトルマッチあるので、ここでしっかりとベルトを取って強い伊沢聖果を皆さんに見せていきたいと思います。なのでこれからも応援よろしくお願いします。